回到新闻现场，带您关心到日本众议院大选在即，石破茂内阁的支持率却是降到42%。日媒就预测，执政党自由民主党可能没有办法在这次大选中在众议院取得过半的席次，而如果成真，将会创下2009年以来的首次纪录。长期跟自民党合作的公民党也可能会减少席次。新任日本首相石破茂大胆解散国会重新改选的决定被预料，自民党可能因减少30席，恐怕将面临15年来首度无法过半的窘境。长期与自民党合作的公民党也可能比改选前的32席更少，反而可能由在野党的立宪民主党会增加近40个席次。誰選んでも一緒かな。全般的にマニフェストは見るんですけど、意味のなかったりするじゃないですか。税金どんどん上がっていってると思うので。若い子たちが、遊びに行ったりとか、車を持ったりだとかっていうのはなかなか難しくなってると思うので、休職中と育休中の給料もう少し上げてほしいです。由于新首相石破茂所属的自民党对于政治现金丑闻的处理不够妥当，导致内阁支持率直接跌到42%，引起民众的不安。从选前到中国总理李强会面前，很长一段时间没有参拜极具争议性的靖国神社。尽管没参拜，最新他还是自费献上祭礼，似乎表态自己并没有外界所说的那么轻松。やっぱりね、一番ね、響いてるのは金銭問題だよね。やっぱりね、考えちゃうよね。皆さん、自民党の体質は変わっていません。この体質を変えなければ、どんなに顔が変わったって、日本の政治は変わりません。值得注意的是，透过访问，约有一半的选民表示尚未决定投票对象，因此情势也可能会在未来产生变数。记者陈明俊、邓邦冠综合报道。